おい、鉄でできた魚だプトラさん、フレイマリンにはこういう乗り物が存在するんですかはるわけないよこんなのどうやって海に浮かべるのさ船にはまあまあ詳しいつもりだけどこれが何のために使うものなのか全くわからないなプロペラがついてるから 水の中で使うものだとは思うけどこのぐらいの鉄の塊ならアイゼングラト軍でも見かけるわでもこんな形状のものは初めて見たこれにしがみついて水中を進むのかしらそれじゃあ息ができないでしょそれこそ人魚の血でも引いてなきゃ無理だよ不気味なのは吉野さんのお魚爆弾と 全く同じというところです吉野さんはこの形を偶然思いついたんですかもちろん偶然だよ薄い鉄を丸めてお魚を作れないかなーという発想からあの子は生まれましたクイーンズウェイの船に激突して沈んでしまったけどでもね この大きなお魚爆弾は、ヨシノが作ったやつにとてもよく似てるけど、全く同じっていうわけじゃないよ。ヨシノが作ったお魚爆弾のお尻には、前に進むためのプロペラしかついてない。でも、この大きなお魚爆弾には、プロペラの周りに尾ひれがついてる。 いや、そんなの違ううちにはいないでしょちっちっちんやくたんまだまだだねそれじゃあ工業系にはなれないよこの尾ひれの部分だけ木でできていますねここだけ木製にしてもこんな鉄の塊を浮かせることはできないと思うのですが鉄を浮かせるためじゃないよ 尾ひれが木でできているのは、水に落っことした時にちゃんと壊れるようにだよ全然意味がわからないんだけどこれはプロペラを守るための板なんだよ高いところから落としてもプロペラが曲がらないようにつけたんだと思う水に落ちた瞬間に壊れるようにすれば プロペラの推進力を邪魔ししないでしょだからこの部分だけわざと壊れるように作ったものすごい技術力だね吉野が作ったお魚爆弾よりも性能がいい多分この大きさでも狙ったところにまっすぐ泳いでいくよ乗り物ではなく何かにぶつけるためのものなんですね。 待ってよそれじゃあこれって本当に爆弾なんじゃないの吉野は最初からそう言ってるよ。お魚爆弾だって。中に火薬が入ってるってことよねこの大きな爆弾がもし爆発したら。吉野ノたちは海のモズクと化します。もうクズねモズクじゃないから そんなツッコミどうでもいいわよしのこの爆弾が安全かどうか確かめる方法ってあるのあるにはあるだろうけど壁にめり込んでちゃ調べようがないよでもここに何か書いてあるあれでもおかしいなこれ錦の文字で書かれてるよ とっても古い文字だけどシェネンブル要塞の時も古代文字とかエルフの造語とかが使われてたわよねもしかしたらこの爆弾にも何かの仕掛けがあるとかよしの解読できるうんこのぐらいならなんとか普通に読める91式解二9 1九一式 コイニこれはびっくり兵器の型式だよ錦軍の兵器にもこういうコードがついてる錦軍の兵器がどうしてフレイマリンの海に埋まってるのさそんなこと吉野に聞かれましてもすみません私なんだか気分が悪くなってきました 私もですこの爆弾を見たら急にめまいがしてちょ2人とも顔色悪いよ少し休んだ方がいいよ車掌さんも冷や汗せがすごいわまたセントイリスの人だけねこの爆弾に何か呪いでもかかってるんじゃない吉野は何も感じないよ でも3人に悪影響があるなら今すぐに離れた方がいいかもその方がいいわ見通しのいいところに出て休憩しましょう今の音は何とにかくここを離れよう